はい、どうもみなさんこんにちは、ラオ先生です。カッコ2番、この青の部分ですね。青の部分ってこれどうやって求めればいいんだろう。まあ、ここでね、いきなりね、わかんなくなる人いるんですよ。でもね、わかんなくなったらそこで試合終了ですよ。諦めたら試合終了、最近の流行りでしょ。で、諦めたら試合終了なんです。諦めないで、これどうすればいいの。あくまでもこの青い面積ってこの扇形を引けばいいという感覚を持つんです。やっちまえばいい。引くの、東京湾に沈めるの。これつまりこの正方形をまず求めるでしょ。正方形っていうのは 6×6 だと。そこからこの扇形を引けばいいんですよね。簡単ですよ、扇形なんか 9π でしょ。つまり 6×6 から 9π というのを引けばいいんですよね。じゃあ答えはいくつですか。 36-9π というふうにして言ってますと。もう分かった分かった、27π でしょ。言ったそこなんです。これはやばいですよ。やばいです。これはなぜかというと、ここのキューブの π というのが入ってるんですよ。これ、まあちょっとこれニュアンスを迷うんですけど、これ文字なんですよ。 π ってのは文字なんですよ。で、円周率、これ π って円周率だね。 3.14592653589793246 どんどん続いていくやつです。これでこの π という、もうどんどん続いていく、どうしても数字では表せないから π なんですよ。 π めっちゃ言いやすいよね。言いやすいんですよ、 π ってなってくると、まあ、ここは文字なんです。つまりこれ 36-9a、 まあ、そういう風にして1番と2番、まず円の面積、扇形の面積っていうのは正しく求められるようになる。そしてそれと整数との関係というのもしっかりとここは計算できないんだよっていうところを覚えておく。ここはしっかり覚えてくださいね。これ普段授業の内容は TikTok で日曜日の夜にライブをやってるので、まあ、もしちょっと授業の内容にも興味があったらその TikTok ライブにも来ていただければなというふうにして思います。というわけで、この動画良かったらね、チャンネル登録、それからグッドボタンよろしくお願いします。それから普段は TikTok、Instagram、Twitter の方でね、僕は普段出現しているので、よかったら見に行ってくれると嬉しいなと思います。というわけで今回はこれで終わりましょう。それでは、バー